アンティオコス四世エピファネスは、紀元前2世紀のセレウコスアサシリアの王。フトレマイオス朝を圧倒したことでユダヤを支配下に収めたが、やがて、マカバイ戦争を引き起こすことになった。アンティオコス三世の子、セレウコス四世フィロパトルの弟として生まれた、アンティオコス四世は、もともとミトラダテスという名前であったが、即位後、アンティオコス四世という名前を持ったようである。 アンティオコス4世はセレウコス4世の死後、権力の座に就いた。彼は、紀元前188年にシリアと、共和制ローマの間で結ばれたアッパメアワ役を受けて、ローマへの人質となり、同地で暮らしたが、セレウコス4世の正当な後継者である着手と、交換されて、シリアへ戻った。アンティオコスはこの機会を逃さず、まだ幼いセレウコス4世の継承者。 アンティオコス王子の殺政の座につき、数年して、アンティオコス王子を葬ることに成功した。アンティオコス4世の時代の自責で特筆すべきことは、プトレマイオス長との戦いに勝利を収めたことである。この勝利により、アンティオコス4世は、エジプト征服の寸前まで行ったが、中東の軍事バランスが崩れることを危惧したローマ軍の介入とユダヤで起きた反乱のため、 断念せざるを得なかった。アンティオコスはユダヤに対して圧勢をもって望み、エルサレムを破壊し、多くの敵対者を処刑した。これに対して、ユダヤ人たちは、ユダマカバイの一族であるハスモン家をリーダーとして立ち上がり、アンティオコスの派遣した軍を撃破するなど各地で奮闘した。アンティオコスは怒りに駆られて自らユダヤ進行軍を率いたが、道半ばにして休止した。 紀元前163年のことであった。アンティオコス4世は勃興しつつあったパルティア王国への派兵も繰り返しており、作戦の当初においてパルティア軍を打倒したが、これも王の急死によって断念された。アンティオコス4世の継承者となったのは、まだ幼かったアンティオコス5世エウパトルであった。この時代はセレウコス朝が勢いを見せた最後の時代となった。 彼の死後、幼い王子が残されたため、セレウコ市長は混乱し、以後は衰退の一途をたどることになり、約100年後にローマによって滅ぼされることとなる。ありがとうございます。